その肩甲骨剥がし、もしかしてやり方間違ってないですか？皆さんこんにちは、ブライダルモデルパーソナルトレーナーの萌です。最近なぜか背中にお肉がつきやすくなってきて、写真の後ろ姿を見た時に、後ろ姿で年を感じる、できたら年を重ねても後ろ姿美人でいたい、私と同世代のアラフォーの方なんかは切実な願いじゃないですか。そこでよくやりがちなのが、今流行りの肩甲骨剥がし。ちゃんと頑張ってポーズを取ったのに、逆に首肩の凝りがひどくなって、しかも背中のお肉ブヨブヨのまま、肩甲骨剥がしって効果あるのかなと疑問に感じてきたあなた、素晴らしい疑問を持ったあなたは大正解なんです。どういうこと？そう、肩甲骨剥がしっていうのはね、間違った考え方のポーズと正しいやり方のポーズと、なんと両方が流行ってしまっているんです。そう、ご自身のお体に合わない間違った肩甲骨剥がしっていうのを続けている方がとっても多くて、その場合っていうのが、なんと逆に肩甲骨の動きが悪くなってしまって、しかも猫背、肩こり、頭痛の原因になってしまうんです。もちろん肩甲骨を動かして、後ろ姿美人を目指して痩せやすい体質になるために、わざわざ肩甲骨剥がしを頑張ってみたのに、痩せやすいどころか痩せにくい体質へとなってしまうことだってあるんですよ。もったいない。でも大丈夫です。今日はこの動画を最後まで飛ばさずにご覧いただけたら、ちゃんと正しい、あなたに合った肩甲骨剥がしが行えるようになって、後ろ姿美人になれます。うちのスタジオのある私と同世代のアラフォーの女性は、ちゃんとご自身に合った正しい肩甲骨剥がしを、肩甲骨について、これがポイント、きちっと理論を理解した上でエクササイズやストレッチを行ったところ、これらの悩みを全部ご自身で一気に解消することができちゃったんですよ。また体調不良ね、頭痛とか肩こりとかの再発防止にもつながったらしいんですよ。なので今日はどれかの不調をお持ちの方、痩せたい方、後ろ姿美人になりたい方は、動画を飛ばさずに最後までぜひご覧ください。これであなたも後ろ姿美人。まずよく動画なんかで見かける肩甲骨剥がしがなぜ悪いのかというとね、よくある肩甲骨エクササイズで、例えばこんなのとかこんなのとか頑張ってやってませんか？これが現代人にはかなりの割合で間違った肩甲骨剥がしストレッチだったんです。そう、説明するとね、まずこんな風に、肩甲骨っていうのはあばらの上に乗っかかっている三角の骨、ちょうどこのあたりですね。この三角の骨、肩甲骨はこう腕を動かすときに一緒になって動いてくる、腕と仲良しさんの骨なんですね。なのでずっと腕と一緒に動いていきます。そしてこの肩甲骨の位置が正しい位置からずれちゃうと、血行がものすごく悪くなって、そう、太りやすい体質になるし、首、肩、凝りの原因にもなるし、腰痛の原因にもなっていくんです。じゃあさ、肩甲骨の位置はなぜずれてしまうのでしょうか？ここが大切。それはね、現代人っていうのは多くの人が正しい肩甲骨のポジションよりも外転、こんな風に外転してずれてしまっていることが多いです。それはね、日常生活っていうのはこうやって両腕を体の前面でこう動かして、パソコンを触ったり、スマホを見たり、赤ちゃん抱っこしたり、家事をしたり、作業をしたり、はたまた靴を履く時なんかも全部体の前側で
手が動いてしまっています。そうするとそうさっき言ったように肩甲骨と腕はとっても仲良しなので一緒の方向に引っ張られていってしまうんです。つまり肩甲骨は正しい位置よりもと外転開いて外側にずれていってしまっている方がほとんどなんです。この状態だと猫背巻き肩はひどくなるし反対に背中の筋肉がぽよーんと伸びてしかも垂れる。こうなるともう背面の筋肉はうまく働かないから背中はたるんでお肉はつきやすくなるしボディラインは崩れるし首肩こりの不調も出るしいいことがほぼない。そのためにねこれらの不調を一気に解消するために今日やらなければならないことはポイントはたった一つ。外側へずれちゃった肩甲骨を内側に戻して天使の羽を出してあなたの肩甲骨を正しい位置に戻すことが重要なんです。例えばこのようなよくある肩甲骨剥がしの動画よく見かけますけども現代人がこういう運動をすると余計に肩甲骨が外側へビョーンと剥がれていってしまいます。やってる時はねちょっと筋肉がビョーンと伸ばされるから少し気持ちいいんだけども根本原因は解消していないどころか悪化させちゃっているので肩甲骨の位置は正しい位置からさらに正しくない位置へと悪化しているのですぐに肩こり腰痛首こりのまた再発の繰り返しで根本原因の解決にはならないんです。もちろん痩せやすい体質にもなれない。そこで今日は今から行うストレッチで肩甲骨を外側へそして腕を体の後ろ側で動かして肩甲骨を正しい位置へと剥がして戻してそしてしっかりとストレッチを行うそんなストレッチの種目を数種類行っていきたいと思います。根本改善しながら体調も良くなって不調もなくなって後ろ姿美人も目指しましょう。では最後まで一緒に頑張ろう。では最初に私と一緒に肩甲骨のチェックを行っていきたいと思います。まず単純に体の力を抜いて前屈してみてください。この時に背面のどのあたりが張り感を感じますか？太ももの裏だったり腰だったりお尻だったりどこかあなたが突っ張るなという箇所を見つけていてください。そして覚えていてください。では両手をこのように広げて耳と肩の距離をしっかりと作った状態で手をパーにしてみましょう。さあ横を向いてこの肩が耳よりも前にある方は残念ながら猫背巻き肩さんです。きちっと肩と耳が揃っていてしかも耳と肩がくっつかない、離してもしっかりと一直線上にあるという方は猫背巻き肩さんではないです。この2点を覚えていただいて感覚を最後にチェックしていきたいと思いますのでこの今の感覚をまずチェックして覚えておいてくださいね。ではストレッチ開始していきましょう。まずは胸前の筋膜リリースから、片手を上げてこの前胸と脇の間のこの筋肉をぐーっとつまんでバイバイってした時につまめなければそれは皮だけだ NG、 つまめる筋肉をつまんでね、そしてバイバイってして動く部分この部分をしっかりと筋膜リリースしていきます。引っ張るの痛いよ。おそらく現代人ほとんどこの前鋸筋のあたりの筋膜がとっても硬くなってます。特に今回肩甲骨が正しい位置になってなくて巻き肩さんや猫背巻き肩さんの方っていうのはかなりこの胸前がぎゅーっと縮こんじゃっているから、縮こまった状態でエクササイズを開始しても効果は半減。まずはこうやってしっかりと筋膜を剥がしていく、その前側を剥がしてから肩甲骨剥がしを行うことによってかなり効果は倍増していきます。痛いね、痛いと思いますがあと少し、そう引っ張って
引っ張っていきます。 OK、 引っ張ったら次はストレッチ、肘を曲げてこう手をパーにして壁についていきます。ここから一歩二歩前で少し振り返りますよ。そう、一歩二歩、そして振り返ると、そう、壁側の手につながっている前鋸筋、そう、胸前の筋肉がじわーっと伸びてきます。戻っていたかったら戻って OK。 呼吸は息を吐きながら反対側に振り返って、余裕があればこうやって肘伸ばしてもいいけど、かなり辛いから肘曲げてても大丈夫。耳と肩の距離が両方ね、近寄らないようにして、耳と肩の距離をしっかりと離していくことがポイント。しんどかったら戻って OK。 ゆっくりと前に、そして息を吐きながら背筋を伸ばして OK、OK、反対行きましょう。そう、また手のひらペタッと壁についてね。そう、この一歩二歩前に行くっていうのは、いつも前側で手を動かしているあなたが、腕が後ろになるようにご自身の体を前に動かすっていう意味。しんどいなぁ、息止めそうになるんですけども、息が止まらないように注意して、耳と肩もしっかり距離を保ってください。痛いね。見た目はね、これ簡単そうに見えるんだけれども、とてもとても痛いと思います。少しキープすることで胸前の縮こまった筋肉がじゅわーっと伸びてくるからね。あと少し頑張っていこう。戻ってもいいよ。そう、また頑張って、あと少し、辛いね、辛い。さあ、では次、巻き肩解消ストレッチ。そう、手のひらを外向けていくんです。今度は肘をぐーっと伸ばした状態でいきますよ。肘を伸ばして耳と肩の距離を保っていきましょう。そして手の甲内側で手のひらを壁面向けると痛い、痛い。何回か繰り返して、こうやって反対側にご自身の体を向けてねじっていくと、余裕がある人はこのように手と手の甲を向かい合わせにして、両方の手一気に行ってもいいけれど、しんどいと思うので片方ずつ行っても大丈夫です。巻き肩解消ストレッチ、手の指先までしっかりと感じて、肘を伸ばした状態で手の指先まで血液が流れていくのをジュバーッと感じて、これもね、耳と肩が近寄らないように行うととっても辛いですね。そう、辛いという方はいかに普段が巻き肩さんなのかっていうことです。では今度、何か高さのあるもの、枕でもいいので置いてください。そして手と手をしっかりと置いたら、骨盤の真下に膝が来て、お尻を後ろ、そして顎かおでこを突きに行きます。高さが辛いという人は下に手を置いても大丈夫だよ。無理しないで行きましょう。高さが大丈夫であれが、脇の下を床に近づけようとして、顎かおでこの下に、もし高さがしんどい方はタオルを敷いてみてください。ゆっくりと前面を伸ばしていく、ヨガでいう猫背解消の猫ぞみのポーズのバリエーションがしんどい方はこうやって高さを出さないでもいいから、顎かおでこを床について、そしてゆっくりと脇の下を床の方へ近づけようとしてください。あと少し OK です。では次、広背筋体側伸ばしを行います。曲げた膝がこうやって浮いてくる方は、ここもまた高さを出してください。まずは曲げた方の膝の手、高く上げていきます。反対側のこの部分がくちゃっと倒れないようにしてね、長さを保ったまま、余裕があれば手のひら天井向きにして、そう、前に体側が倒れないようにしてください。倒れている方の体側はくちゃっと潰れないようにしてね、余裕があればこのようにゆっ
くりと肩甲骨から腕を遠くへ回していくと、最初に説明したように、そう、肩甲骨という三角の骨は前に倒れたら NG だよ。腕からつながっているっていうことがじわーっと体で感じられるようになってきます。 OK、 反対も行っていきましょう。また膝が浮いてくる方は高さを出してね。はい、 OK です。では高く上げて手を遠くへ伸ばしたら、前に体側は倒れたらダメ。しっかりと目線を空にすると倒れないで、ゆっくり体側を伸ばすことができます。余裕があれば肩甲骨から腕を大きく回していきましょう。呼吸は深く行って、じわじわっと広背筋から体側から、そして腰まで伸びが感じられたら大正解です。しっかりと目線を空に持っていくことで呼吸が深まり、この部分がくちゃっと潰れないように注意していきましょう。あと少しね。手のひらを上にする余裕があれば、手のひら上向きにしてキープです。しんどいね。OK です。では次、タオルを使いますよ。タオルをこうやって肩幅程度に開いて、肩幅より少し広くてもいいから、このように皆さんが前側、体側の前側で行っているあなたの日常から、体側の後ろ側で作業を行うために、タオルは耳より後ろ、肩より後ろ、あなたの体側より後ろへ持っていく、これだけです。肩甲骨がね、正しい位置にこれで戻ってきますので、できたらタオル耳より後ろ、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 これを繰り返していきますよ。しんどいと思う、顎がね、上にバーンと上がらないようにして軽く顎を引いて行っていきましょう。あと少し頑張っていきましょう。OK です。では次ね、またピーンと張ったら、今度横にこのように反対ずつ行っていきますよ。そう、体側伸ばすんだけれども、この時も耳より後ろに来てくださいね。前に来ないように、最初に説明、原因の説明した時に原因の説明したように、耳より後ろ側、そう、あなたの体側の後ろ側で腕が動くことが日常生活でないから、肩甲骨の位置がずれてくるのね。なのでこのタオルを使って耳より後ろに、耳より後ろに、そう、腕全体持ってくると、ビヨーンと伸びて位置がずれてしまった、その三角の骨、肩甲骨があと少しで元の位置に戻りますよ。あと少し、だいぶ背中が温かくなってきましたね。はい、では反対いきます。反対も、あまりにもしんどい方っていうのは片側の肘だけ曲げてもいいです。その代わり、必ず両腕ともに、肩ともに、耳より後ろで行っていきます。余裕があれば確認してみてね。両方のお尻が均等に床に降りていますか？骨盤の位置を整えていきます。これも大切。そうするとより均等に肩甲骨の位置が正しい位置に戻ってきます。呼吸も止めないで、胸の前側に呼吸を入れてね。膝浮いてくるような方は、膝の下にブランケットかタオルか高さを出してください。あと少し、もうだいぶ背中の後ろ側、肩甲骨の周りがじゅわーっと温かくなってきましたね。結構しんどいと思う。あと少し、あと少し、 OK です。さあ、では次、このような座り方をして頭の後ろで手を組みます。ゆっくりと体側をじゅわーっと倒していきますよ。できたら膝と膝が平行にしてほしいけど、こうやって膝上がってくる方は、この下にタオルかブランケットを敷いて高さを出してください。さあ、この時にしっかりとあなたの体側、横に側屈しても前に倒れていないでしょうか。
うん、だいぶキープできるようになってますね。これはヨガでいう人魚のポーズ。しっかりと肘も耳より後ろ、そう、前に肘が来ないようにしてね。人魚のポーズだから美しい人魚をイメージして真横に側屈していきます。 OK です。反対いきます。三角からパタンと倒して膝と膝、そして膝の下に何か浮いてくる人はこうやって敷いて高さを出してもいいよ。頭の後ろで両手を組んだら肘は開いたまま、前にこうやって肘が降りてこないようにして、ゆっくりと息を吸って吐く息でじわーっと側屈していきます。目線斜め上、空を見上げながら、あなたが人魚になったような気持ちで、前に倒れそうになるあなたの肘をしっかり後ろに持っていってね。あと少し頑張ってね。呼吸をゆっくり吸って、縮こまらないように、そう、肘を開いてゆっくり吐いていきましょう。このあたりでもいいです。たくさん倒れなくても大丈夫ですよ。真横に倒れることができれば大丈夫。さあ、では最後、首を側屈していきます。あぐらでも正座でもいいよ。片手で首を持って、前に首がいかないように後ろに、そしてね、最後、肩と肩甲骨を反対側の手、後ろに後ろに送っていく。耳と肩の距離を縦に平行に同じ位置に、こうすることによって肩甲骨は最後の仕上げです。そして猫背巻き上がったもしっかりしっかりと解消されて、そう、首も張ってる方が多いので、最後は首をゆっくりと緩めていきます。首の筋肉って筋膜が顎までつながっているので、口を開いたり閉じたりしてみると筋膜もリリースされますよ。反対もいきましょう。手でそっと添えて、そう、ゆっくり側屈していきます。首だけ側屈、反対の真後ろに側屈、斜め後ろぐらいに側屈したら、反対側の手を後ろに後ろに持っていきます。顎まで筋膜を感じれる方は、そう、前側の首の前側の筋肉、胸鎖乳突筋のあたりを伸ばして、口を少し開けて口呼吸でキープすると、さらに伸びが感じられて小顔効果もありますよ。肩をトントントンと後ろへやって、最後巻き肩さんも調整したら、これであなたの肩甲骨完璧だね。あと少し、これで仕上げていこうね。呼吸は深く、ふう、お疲れ様でした。 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。では立っていただいて、もう一度最初に行ったチェックを一緒に行ってみましょう。まず体の力を抜いて前屈してみます。どうですか？最初に前屈した時よりも少し張っていた部分が柔らかくなったり温かくなったり、前屈しやすくなっていないですか？では肩の力を抜いて肘を曲げて、後ろへ肘を送ってみます。とってもスムーズに動きませんか？前側の前鋸筋が硬く張っていた部分が剥がされて、そして本来ある位置に腕の位置が収まって、肩甲骨の位置が本来あるべき場所へ移動していますか？感覚は少し背中のあたりが温かくなっていたり、前側のこの胸のあたりが開いて、少し息が吸いやすくなっていたら大正解です。これを続けていただくことによって、本来間違っていた肩甲骨剥がしで、肩甲骨が外側へビヨーンと伸びて痩せにくくなって、猫背巻き型になっていたあなたが、しっかりと正しい姿勢になって、肩甲骨が動きやすくなることで痩せやすい体質になり、
猫背、巻き肩、そして頭痛なんかも解消されていきます。ぜひ続けてみてください。では最後までこの動画をご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタン、ものすごく励みになるのでお待ちしてます。この動画のご感想はコメント欄にお待ちしてます。これからも皆様に美容と健康の有益な情報と、そして簡単に痩せる豆知識をお伝えしていきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。肩甲骨剥がし正しく行って痩せやすい体になろうね。ではでは、また。